ジョゼフ・チャールズ・ウィルソン4世は、アメリカ合衆国の中東アフリカ問題に関する専門家である。イラク大使代理、ガボン大使、国家安全保障会議のアフリカ担当部長を歴任した。ジョージ・ W ・ブッシュ政権誕生後は退職し、コンサルタント業を行っていた。2002年に、アメリカ中央情報局より、イラクがウランをニジェールから買い付けたという疑惑の調査で、 ニジェールに派遣されたが、大量破壊兵器はないと結論づけていた。後に大量破壊兵器説は全くのでたらめであったことが確認されたが、当時のブッシュ政権は大量破壊兵器があると世論に訴え続けていた。これに対しウィルソンは2003年7月6日付の米、ニューヨークタイムズが見に、ホワット、I d i d n ンとファインドインアフリカ」と題された文章を寄稿して世論に訴えたが、 7月14日にロバート・ノバクにより妻バレリー・プレームが CIA の工作員であると身分を漏えいされた。これに対しウィルソンは記者会見を開き、これはアメリカが衆国政府の報復だと訴えた。ありがとうございます。